ここはいずこぞ。世は何者ぞ。世は聖天魔王、織田信長。光秀、ノー、マール、徳三次、司祭を語り。確か世は、そう、愚かしくも撃たれたか。たかが犬目が大それたものよ。ならば至るは冥府惑う。欲界か。まず歩んでみねば、何一つとて分かりはせぬか。伸びぞ盛りてしかと言えぬが、あれに見ゆるは本能寺か。あの寺が焼け落ちたなどと、ついぞ耳にした覚えなし。なれば少なくとも、ここは世の早期にあらじか。物を宿せし本能の寺。その奥に座すは何者ぞ。姫立花か。物世の長か。あるいは。長かった。ようやくあなたにお伝えできる。さあ、くせ者が！こっちか！優しく光秀、それに、よっとな。物よ、我にゆかりしか。物の表についぞ覚えなし。なぜ遮ろうとするのです。私の火が生きる意味。使えぬ傀儡はのたれ死に。敵は我が目の前にあり。急ぎ世のもとに参れよ。それにつけてもよく似たものよ。あれこそが世すべて制するゆえんのものか。見たか、知ったか。俺は無敵。よかやつか、そのいずれかが幻か。とうまでもなし。世はここにありし我のみぞ。さらばだ。
場合だ。異なるどこかにてまた会おうぞ。お会いしたくて、新たな私をお目にかけたくて、戻り橋すら越えたというのに。光秀、いずれの時にもぶつけたものよ。かりかねるわ。ここが遥かな月日の持ちか、あるいは平らに連なりしようか。死にゆくまでの一睡の夢であればまたそれもよし。余がなすべきはただ一つ、瞳のすべてを制するのみぞ。たれぞ世に語りかけたか。我よ喰らえ、我が許す。ところを授けば、与党の政策の場をな。私の名を呼んでください。さあ。知らぬな。別なる時の意欲か。少子、世の方、申するか。
恐れなき者よ。開端の儀を恥ずかしむか。世の掃除とて読みしがたし。貴様もまた世であるならば、飯飼いをこそことほがんか、信長。あなたが本物です。私と共に天を行くあの信長公なのですね。黙れ、ボンゲが。世の邁しさなかぞ。申し訳ありません。本来混じりようもなき世富よ。物よ、いかな技術にてこの下天に検出した。知らぬわ。あえて口にするならば、世の渇望がそうさせたまでよ。私の名前をご存知ですね。次元大使光秀。人をたび生を受け、滅せぬもののあるべきか。残るはものよ、その身一つ。目に満ち足りし権限図、礼を言うぞ、物よ。すべての己、すべての他、全開合祭、打ち殺してくれようぞ。そのすべて、滅ぼされるべき命の中に、私も。光秀、この愚か者がいずれのようにあろうとも、黙って世のもとに伏せ。信長子、信長公。乱世を駆け抜けた英雄、創世の道のり。新たな日の本は一人の英雄により築き上げられた。もう会いたわ。その時代は
千年の時を超えて繁栄を極めるのであった。